こんにちは、みんな元気？何しますかって、今、習字しようと思ってね。ちょっと字には自信があってですね、楽しみに書いてみて。日本人といえばね、心ですよね。だからその心という感じを書いてみました。僕の字うまいよ。僕字うまいよ。え？で、僕の心こちらです。どうでしょうか。お前エビフライで、これアスパラの豚肉巻き、いちごで、これドーナツやね。これ字うまいな。これうまいちゃうか。ちゃうか。ええ、思ってみて。そう、ということでね、今日はあのチャンネル名にもなってます愛をまわせという字を書道で書いてみたいな、急に思ってね。さっき近くの文房具屋でおばあちゃんに全部聞いて買ってきました。で、すみが出来上がったので、ここに書きたいと思います。できたー！愛をまわせ！できましたー！やったー！ということで、習字で今書いた字を T シャツに入れてプレゼントしたいと思います。ね、欲しい人は、こちらまでメールください。あ、ただし、こっちやで。こっち、T シャツ。OK？こっちなんかい。さあ、ということで今日の一曲いきたいと思います。それでは松田聖子、スイートメモリーズ、どうぞ。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見た時、時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけど、あんなには燃え上がれなくて失う夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、Sweet memoryDon't kiss me, baby. We can never be. So don't want more pain. Please don't hurt me again. I have spent so many nights in gold, longing for your touch. I have much loved you so much.「いたずらに傷つけ合った」
Thank you!